こんにちは、原町接骨院さまつです。今回は免疫力を高めるツボシリーズの第4弾です。第1弾は合谷、第2弾は局地、第3弾は中間ということでいきました。今回第4弾で足三里というツボをご紹介します。足三里、これまあその後に足にあるツボなんですけども、このツボ、まあ、足の疲れ腰痛にも有効なんですけども、免疫力を高めるにもすごく有効です。そしてこの足三里のツボ、古くから有名なツボで、かの有名な俳人松尾芭蕉の奥の細道にも名前が出るぐらい有名なツボなんです。で、足三里どこにあるかというと、こう膝の下なんですけども、膝の下、お皿、膝のお皿から4本下に下がったところ、4本下、4往四というんですけど、4往四下に下がったところから少し外側に行ったところ、4往四下がって少し外側に出たところにあります。ご説明いたします。まあこれ椅子に座った状態もいいですけどね、足伸ばして地べたで調度した状態でやるといいです。これ膝のお皿、私膝のお皿の下になります。膝のお皿の下、そこから指4本下に下がります。指4本に下にそこ下がったところから指1本分外です。ここになります。下べを押し下がったところから指1本分外、ここを親指重ねてください。親指重ねてぎゅーっと押します。そしてこのうまくね、足三里つぼに入ってくるとビビーンと、もううまくいけば足首の方まで刺激が入ってきます。これを5秒から10秒左右3回から5回やります。反対も同じ、膝のこのお皿の真下、真下から一番下のくぼんだところから指4本下に下がって、そして指1本分外を親指重ねて押します。親指重ねてギューッと押していいです。痛くなかったらね、それなりに力入れてもいいです。痛気持ちいいぐらいでやりましょう。うまく入ったら足首の方までね、うまく刺激が入ってきますからね。左右、5秒から10秒、左右3回から5回やるようにしてみてください。そして、この足三里だけでなくね、以前に出たツボ、合谷、局地、中間などと併用してやるようにしてやってみていただけるといいです。もしくはこのツボが私にいいなと思ったら、そのツボをたくさん使っていただいても言ってもいいです。やり方はあなたにお任せいたします。ぜひ足三里やってみてください。足三里のツボ、もう一回でおさらいすると、足三里はこれで、膝のお皿の真下から指4本下がったところの少し外側にあります。そこを親指重ねて5秒から10秒左右3回から5回してみてください。またあのツボを押したからそれで全てが解決するというわけではありません。やはり免疫力を高めるには、普段の生活、しっかり睡眠をとる、そして、免疫細胞を活性化させるといって、ね、腸内環境を整える、そのためにはしっかり発酵食品をとる、食物繊維をとるということも大事。そして腸内環境を高めて、腸内には免疫細胞の 70% が集まると言われております。そして体温を上げることにも免疫力向上に大事、入浴したり軽い運動をしたりして血流を上げて体温を上げるように努めてみてください。その上でツボ押しをやってみていただけると、より効果が上がってあなたの免疫力を高めてくれますので、ぜひぜひやってみてください。毎日やるのが大事になります。そしてこれをご覧のあなたが免疫力を高めていこうだけでなく、体の症状でお悩み、心の症状でお悩みでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体であなたのお体の心の回復をお手伝いいたします。そしてあなたのご自宅がもし遠方であった場合、または外に出るのは辛い、調子が悪い場合、またはこのご時世移動して人に体を触られるのは不安だという場合、そんなあなたのために自宅にいながらパソコンやスマートフォンの画面を通じてエネルギーの調節を行っていくオンライン整体というのも私はやっております。
これでしたらあなたに触らずにご自宅であなたの体を整えていくことができます。そんな私の自律神経の整体やオンラインの整体に興味がございましたら下の概要欄をご覧になって電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日21時から22時の間ぐらいスタートでご覧のチャンネルで YouTube ライブ、ライブ配信を週2回やっております。内容は1週間の配信した動画のおさらいとあなたのご質問に動画でお答えしていきます。またご希望があればいらっしゃる方全員で画面を通じて合同でエネルギーの調整を行う合同のオンラインの整体もやっております。1対1の、ね、オンラインの整体に比べると効果は下がりますけども、継続してやってる方から調子が少し良くなったという声もいただいております。よかったらご参加ください。参加していただけると私非常に嬉しいです。そしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたらグッドボタン、チャンネル登録していただけるともっと嬉しいです。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。